おはようございます。3月25日、今回の旅行もうすでに4日目です。ここが徳島自動車道の上板サービスエリアです。昨晩の宿泊地です。ここはガランとしてましたね。はい、今日は、徳島市内の、巡りはです。今から朝飯ですね。UFO 神社の一丁、はい、京北百選です。枯れかかっとるわけじゃないんだよな、芽がいっぱい出てますから。これが、わあすごいな。しかしこれ落葉の葉っぱすごいやろな。芽が出とるから、でも巨木百選と表示がないな。第42位、42位の巨木、うん、でこちらがなんだ、乳房神社か。ちっちゃな神社ですね。うん、あれも紅葉したらすごいだろうな。この辺が藍染め、藍染めの香り百選、はい、これが藍なの？うん、へえ。木とか葉っぱというか、でこの中に布をかでつけるのか。これで色出すんじゃん、この木で、うん、だからこの中に布をつけて藍染めするんだろ。そう、うん、これが藍染めの窯か。今から営業みたいですね。よかったらどうぞ。あ、そういうことだね。うん、はい、だからそう香りせえへんじゃないか。うん、うん、ここのなんだあれで染めて、あそこの川で洗うわけか。歴史館愛の館、今日は休みです。まあそう残念でもないか。どうせ入場料出るだろう。香り百選の愛の里です。愛の葉っぱ見れたからいいわ。城山と城址を利用した公園、はい、これが徳島の中央公園です。この上が、徳島城址があるみたいですね。城山と書いてありましたね。高校61メートル。61？ もっとありそうだな、うん、吉野川河口の、あ、これは中央公園は都市公園の百選です。でこちらの城山が徳島城名城百選か。結構な登りですね。石垣が見えてきました。跡地だけで何もないですね。本丸だと天使はなかったよね。どうなんかな。ほら本丸は本丸。じゃあ徳島の市街ですね。あちらが吉野川が流れてますね。あんまりよく見えません。
本丸より一段下がってます。今本丸から降りてきたところですけど、この城は天守が下にありますね。普通は天守閣は一番高いところにあるはずなんですけど、天守跡です。もうちょっとなんかやってくれやいいね。何もないですね。八塚家政さん、思い出しました。この阿波の国、阿波は、八塚五六が多分最初はね、五六の銅像だったんだって。ああ、秀吉から多分もらったんだ。秀吉にそう報いたから。家政公ハウスは家政が五六のことか。半祖って書いてある。半祖だから、うん、あ、そうか。この五六すき橋、鬼門北側にある橋だ。普通はそこは門が開かなかったみたいですね。うん、なかなか堀も綺麗ですね。綺麗な、この石垣の佇まいという、なかなかのもんですけど、天守閣を作っといてほしかったな。何にもないもんね。跡地の案内板があっただけです。はい、徳島中央公園と徳島城址でした。鯉がいない思ったらおった一匹。はい、ここは吉野川にかかる大橋です。これは大きな河原ですね。川の面ですね。向こうが川です。この大橋が人気百選ということで、この橋のたもとに百選の碑があるそうです。おー、すごいすごいすごい。どうなってるんですね。この六車線が道の百選だって。この橋じゃないの、橋が、バイパスが。そうだろ、橋が百選なんだろ。そう、橋のバイパス。この六車線か完成。ああ、これまあ道な。こちらはもう徳島の市街ですね。はい、ここが吉野川の河口ですね。ここから、向こうが吉野川。こちらは なんだ、瀬戸内海じゃないよな、これは。紀伊半島と四国のその間、紀伊水道かな、要はかな。紀伊水道。で、この辺は今はまあ水が多いんだけど、多分干潟になるんでしょうね。ここが河口口の干潟、自然百選です。ここは当然干潟は野鳥の宝庫ですね。今なんか一匹飛んできましたね。神社の名前がないじゃないか、どこにも。これが神社百選、なんとか米神社です。天皇陛下、読み方が分かりませんでしたけど、インベって読むそうです。地元の人はインベって読むそうです。インベ神社でした。ん、何、ここも猫だらけか、一匹か。すごい人懐っこいじゃないか、この猫。これですここは眉山、眉山パークと書いてあるんです。あれ眉山って読むんだ。
自然百選、いい子百選、夜景百選、桜の名所予算ありますね。なかなか感じですね。感じるけど結構きついな。が山頂ですね。なかなかの眺めです。徳島が志望ですね。あれが大橋だろう。大橋はこっち。あ、大橋じゃないのかあれ、うん。なんか見えるか。あ、ここから万華鏡。なんかわからんな。いい大きな万華鏡が。あ、これはすごいわ。あれが大橋で道百選ですね。で、あっちが日浦大白線。でもちょっとかすんだな。こんなんがありましたね。白鸚さんもここで奥さんに出会ったみたいですね。白鸚がここで来たんか。そうですね。あ、今写真撮ったからね。ビデオ撮ったら。桜の名所なんですよね。まだ開花してないな。もう高知とかは開花したって言っとるのに。うわ、つぼみだまだ。あ、山の上だからかな、桜名所、UFO 百選にもなってます。まあ、この辺が UFO 道か。撮っといたのか。徳島といえばこれですね。阿波踊り。わあ、あでやかだなこれ。阿波踊りの公園もありますけど、時間帯がありませんからパスですね。すごいね。こんな感じで踊るんですね。すごいリアルだな。こんな風に踊っとったんだね。すごいね。この阿波踊りは音百選になってるんですね。この辺の楽器で今あのビデオが音が出ますね。あれが百選です。二重になって飛び出てる感じじゃないな。ここですよって。ここもなんかしてください。 3D で見える。 3D にここを押してからだ。できるか。あ、できた。はい、ここ。ああ、なった。あ、すごい。飛び出とる。すごいよ。すごいよ。あ、これすごい、すごい。飛び出てる。ね、飛び出てる。あ、飛び出とるわ。おお、なるほど。あんな顔してね。スイッチ押さなくて。あ、すごい。ロボットも作ってありますね。本当だ。踊ろっと名前がいいじゃないですか。ちゃんと本当にリアルに踊るのロボットが。
阿波踊りグッズ、この中で公演されるみたいですね。1日3回、ね、二重扉になっとった。今日の昼食は中華飯店ですね。昨日まではいつもコンビニのおにぎりでしたけど、ここはちょっと、サラダバーまでありますね。久しぶりの野菜。なかなかじゃないですか。感じがいいです。野菜たっぷり。でも料理はランチです。酢豚ランチを頼みました。チャーハンです。新米と生姜。新米と生姜。がつく？はい。今日は早々と風呂に入りました。乙女の湯、八幡温泉です。ほら、2時ですね。今日はこれから洗濯らしいです。